これチャンネル違う、これチャンネル違う、こっちはチャンネル。オッケーだ。エクスプロージョンやろうが来やがった。エクス…ネーミー使ってからエクスプロージョンやろうって名前つける。どうしようかな、マニア買おうかな、サイドか。エクスプロージョン、作るっと。出社待ちよ。また GTA でなんか誰かこれ教習車やるかなと思ったけどさ、教習車ごっこやろうかなと思ったけどさ、なんじゃそのあだ名は。あ、じゃあなんてじゅうちゃんつけてほしいんだ。じゃあじゅうちゃんなんて言われたいんだ。やりちゃうなんて割りたいんだ。知らん、知らんのかい。いや、めぐみん使ったからさ、なんとなく言っただけ。わかんないわ、めぐみん。それ、南来たルート。あー、そういうことが来てる。でも大きさと見合いの違いわからん。はい、部屋建てた。我が名はルーキー。うん、あいつなの。で、言って呼べばいいの？りゅうちゃん、ちなみにとそれ他の人から見たらしてやべえやつだなこいつってみたいに見られる。今この配信だと他の人見てたら何風に見られるぞ。あ、入ってきた。先生でなんか変な目見られるよ君。大丈夫、慣れてるって慣れてるんで。あ、出た、リュウちゃん。あ、リュウちゃん不思議な色してんだよな。すごいね、エロっぽい色してんだよ。すごいね、エロっぽい色使ってんだよ、紫っていう。キーマン、キーマンじゃない。いたしゃだこいつも、なんでいたしゃが出てくんだよ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ。俺そういう部屋じゃねえぞ、ここは。いたしゃ部屋じゃねえぞ、ここにやろう。ベッド出してこ。
を知りません。お父さんは走ってないと分かりません。あーじゃ、男の子だったら絶対やりたくなるゲームだろう。ゲーセンであるワンガンミッドナイトだろう。男の子だったらきっと見たくなってやりたくなるワンガンミッドナイトだろう。いただろう、ワンガンミッドナイト。カードあるけど俺もういらねえんだよな、これもリュウちゃんに投げてもいいぐらいなんだけど、もうむちゃくちゃやってやるデータなんだけど、もう普通に何万から飛んでってんだけど、このデータにそれあげてもいいんだけどな、もうやんねえから。なんというちゃんとした子だ。お前らバカじゃねえのか。お前らちゃんとした車なしで見てみろ。最初聞いたら邪魔します。タイティだ、なんか普通の車で走ったんだぞお前ら。ああ女でか、なんだこれ。お前下なんだこれ、もうぐっちゃぐちゃやん。わあなんだこんな、いいだこれやん、ぐっちゃぐちゃやないか。だって入ってるかも。ここにシェルビーノバートヨタスープラ、何乗ってこっかな。浮上、浮上でいくぜ。いこんなこと答えなあかんの、めんどくさい。そうですって言ったの。そうですよ。やべえな。ああ、4パカ大玉まだまあいいや。うっせえな、本当にもうもうダウン、本当に。なりゅうちゃん、どうすっか、何で出るか。フェラーリで出よなんていう名前ですか。わらって何、何、なんていう名前ですか。わらってどういうこと、怪我ってんの俺に。
じゃどういうことだ、お人間来られてんのこれ、なんて名前ですか、はてなぼら、笑うとこある、どういうことやれいちゃん、笑うとこあるんか、やばいなやばいな、全然死にすぎていかん、あいつ来るな、やばい、もう下手くそすぎる、ただ走りたくて走っただけだ、つけて笑う、なんで笑うの、何を笑うとこあんの、不思議と思う、なんで俺笑われんの、なんか笑うとこある、不思議と思う、なんで俺笑われてんの、もう不思議すぎて分からん、不思議すぎて分からん、俺からしてなんで笑ったんやろ、笑っちゃいかんのかってか、な聞かれた時になんか笑って歌えたのなんでやろんなって、なんか面白いとこあったかなと思ったもんね、いかんとは言ってないけど、なんかなんで笑ったのかなと思って気になっただけ、面白いとこあったんかなと思って、誰もいかんとは言ってない、ただ笑ってたので、なんかどこか面白いとこあったのかなと、ただそう思っただけ、不思議にちょっと思っただけ、おっアダさんいらっしゃい、うんばーアダさん来たな、下の方でこれだなんて言うんだろう、こいつは笑っても大丈夫ですか、ロビーにいます、あ全然大丈夫、ただまあ下手くそで姿が初心者で下手くそで姿が、まあ、下手くそでよろしければどうぞ探してください、こんな風に下手くそなんで走ったこのコース絶対こうなるんで、ツールさんスナポンさんいつもお世話になっております後ろにいつもなってる、なんで止まってんだ、なんだ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 、なんで寄ってくんだ、俺わざわざ避けてんのに、え鈴尾さん、え寄ってきたのびっくりした、なんか後ろに張り付かれてんだけど、先行かしたろ先行かしたろ先行かしたろ、なんで張り付いたの、邪魔やで、邪魔やで邪魔やで、そこだから先行かしたのに、俺4任せて言ってんのに、はい、行かんかって、え、なんで、俺の遅いの知ってるから先行かす、行かすの、なんで止まったんやつ、これりゅうちゃん突っ込んでもうたやん、お何してんてか、りゅうちゃんに謝らんのかい俺はもうすごい突っかかってるもんで、出間が避けとっとんのに、下手くそなの分かって自分避けとんのに、
りゅうちゃん、りゅうちゃん謝られてなくてクソなんだけど謝られてねえんだけど、邪魔しとるやん、どう考えて邪魔しとるが、邪魔しとるが、謝らなくてクソなんだけど、こいつ誰だこれ、謝らんか、怒ってくぞそのうちみんな、謝らんと。なぜ固まっちゃうんだここで、 F1 おるし、 F1 おるし、ごめんね F1 か、みんな固まりすぎだろここに、なんでこんな集団に走ってんだ、なぜみんなこんな集団に走ってんだ、でもよくわかんけど、さっきのやつ謝らなく、あ、今だちゃんと言ったならいい、オッケーオッケー、こんちゃ、ゆうくんこんちゃ、なんでこんな固まってんだ、アナさん入るかやってか、飛ばせねえ、全く前に滑って F1 か走ってるっつか、ゆっくりできに行く、俺はぶつけたくないからゆっくりできに行く、なんかケツに張り付かれてんだけど、なんか煽られてんだけど、先行って、俺嫌なんだけど後ろおるの、後ろおられんの嫌だから先行ってくれん、俺嫌なんだけど、普通にお手柔らかに、ハンコンやん、俺無理やで、俺今煽られたくないからさ、後ろめっちゃドリフトうめえやんハハハハハハハ、あのポルシェ上ってか、この人が今 S マルマルさんがいいんだな、ん S マルマル、あ、ここか、香水他で見たかっただけで、誰が入ってるかって入るってか、この道のり分からんな、南ルートなら分かるんだけど全然踏んでいけん、全然踏んでいけん、どうしてしないぞ、テレビと集団すんの、ここに抜けないな、やべえ、ドリフト抜けねえ、ドリフト族抜けねえ抜けねえ、ドリフト族抜くタイミングがねえ、行かせてくれねえ前に、おこのような危ないから、もう後ろ痛くないんだよ、絶対激突そうだから、前行かせないですか、ちょっと前行かせないます、すいません、前行かせないます、すいません、すいません、前行かせないます、これ絶対後ろ熱そうなんで、ちょっと前行かせないます、怖いんで前に来てしまいます、全然いけねえんだよな、この場所だと全く分かんねえからなって、分からん、この場所分からん、やっぱり
かな。そんな走ったらね、全然な。デイリーレースの場所には走れるけど、なんとか。オーバースピードしてきた。いや、いいけど。ポストまた。あ、下手くそすぎる。わかんねえ、この場所。全然まだ。いうふうにしてもた配信画面見てしまった。ダメだな、ここダメだな。デイリーレースの場所の走りがここ全然わからん。まだデイリーレースの場所しか走れない。これにやるけど、勝手にやるけど場所変える。ね、これでこれじゃなくて、もう走りやすいとこ行こう。もうこれだと迷惑かくかけろ、迷惑ばっかかけろ。これだとごめんね、先変えちゃいます、申し訳ない。はい、もう走りやすいとこ行く、迷惑かけちまう。そんなこと達したら一人で走るとこじゃねえ、あれ、あんな集団で走る場所じゃない。ちょっとね、迷惑かける、俺が。ぶつけて迷惑かけるから、もう走り慣れてこっち行く。勝手な、すいません。申し訳ないっす。どうしてもあそこ走り慣れてないんでね、ちょっと怖いんで、もう邪魔ばっかになっちゃうんで、俺が邪魔ばっかしちゃうんで、場所変えた。走りやすいところに変えた。もう、ここなら大丈夫だ。デイリーレース探さなかった、だいたい覚えてる。まああれでも GR3 なんだけどな、俺今乗ってない選手とか全然感覚違うと思うけど、まあやっぱ GR3 って全然ダメだ。俺はちょっと待って、ごめん、あ、待って、トマホーク乗ってるんだけど、はい、すいません。一発目から聞かせてもらった。ちょっともう車変えてくるわ。なりやすい、JR 水で行くわ。もう怖い、ダメだ俺、これ下手くそすぎてダメだ。よし、じゃこのちゃんとした部屋に、これちゃんとした車で行かんとやばいな。ちょっと迷惑ばっかかけてもらうから、迷惑ばっかかけてもらうから、はい、迷惑ばっかかけてまうから、絶対迷惑かけてまう。走やすい、グリーン、何入ってるの、すごい。タイヤこいつ今何入ってるのとかちょっといろいろと見て、あ、ハードでいいね。ハードでいいの、 SS じゃない、大体ハードだもんな、確かデイリーの、デイリーって確かハードだもん。
やべ、俺そんなに煽られてんだけど。そんなに超煽られてんね。邪魔なんだ。パガンに煽られてるこれ。やべ。トマホークなんでこんなのがいいんだ。トマホークいいんだけどこれね。あ、いつ危ねえ。あ、ごめん。あ、分からん。俺、やりたかったな。先行かせよ。先行かせよ。先行かせよ。声、固まってると声。なってるよ、ちょっと。怖えんだけど、トマホークおるし、めっちゃトマホークぶつけてくるっていう走りからして、怖いんだけど、超怖え。今回はいや嵐がなくていい日だね。嵐がなくていいけど、ランクが違いすぎて追いつく車と追いつく差が早すぎる。いいよ、先行って、先行っていいよ。 俺危ないから、俺遅いから、先行って行って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 、ちょっと何の前くっついてくんね、後ろ怖いんだけど俺、逆にお前の後ろ。まあいいや、行くか。いや、先行って。うせんだよ、俺怖えんだよ、こんな上手いやつと走ってる方が。逆に俺が全然ブレーキポイント早すぎていかんと、そういうのがあるから。待って、ベーロンが待ってんだけど、こんな声して、ええけど邪魔やで、多分みんな普通に速い。ベーロンがいいんだけど。おー、嘘やん。カシュカシュ、開けていこう。はい、行こう。はい、皆さん開けていこう。F1 走っとるじゃな、と。だって、シェアプレイやって楽しかったからだって、シェアプレイでやって。あーさん、プレゼントは一体何なんだって、リュウちゃんに。いいんだけど、こいつ。天気風ザーマン、あー車か。あぶねえ、前あぶねえんだけど、F1同士。危ねえんだけど、あいつら超危ねえんだけど、 F1 艦隊超危ねえんだけど、ほら被害受け取るやん。ちょ
たりませんっつってこう、またやりませんっつって返して返してもらって、やべえ、ファンカーが走ってね、思った俺の後ろにくっついてくんだっていう不安と、全然スピード違うからカーブの。一緒に走ってて怖いんだけど、悪魔の Z があったぞ、悪魔の Z あったぞ、いや下手くそすぎる、みんな F1 乗っとるやつでもなんか GRX 乗っとるやつでもよくわからんけど、めちゃくちゃぶつけとる目の前で。リーはね、アニメいたしじゃないと多分頑張れるけど、喜ばんと。母さん、リュウちゃんはいたしが喜ぶと。どんないたしができた。アーマーゲンキティちゃんやけどな、最終コーナー事故りました。ドリフトしてる失敗、見てみよう、まず阿田さんね、はいはい、結構おるんだよなこの部屋、何人いんだ一体。阿田さんどこだ、あったどこだ、サイドカー走ってるし、あおった、ほんで自分が作ったイタシャで行こう、下手くそイタシャは下手くそ、ああ。イタシャ今出しました、自分が作ったオリジナルイタシャ、
ちょっと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 。はついたし、すごいな、つくらすな。ああ、はいはいはい。ああ、まあ、あのカンプを開いて。カルピス持ってきた、なんか親父がぶどうのカルピスって、ぶどうのカルピス、カルピスのぶどう味ってこと、なんかわからんな、持ってきたもんですな、これうまいな、なんだこれ、気持ち悪い、辛くせえ、なんだこれ、変な味ですよ、あんまうまくねえ、あんまし、いや、なんかあんまし、あ、ごめんね、抜くよ、エボが抜くよ、ごめんね、エボが抜くよ、わからん、なんか集まってきた、はい、了解、デイリー実況、でもデイリーさやばくない、あーあるね、あるね、あるあるある、うん、はい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 、うん、知ってる知ってる、あ、ほんま、そんなに、こんなんだ、あー、どうしたかな、ほんとほんとは俺な、 GTA 行ってなんか GTA の自動車講習の教室やろうかなとネタで。なんかプリウス持ってきて、あの電気のプリウス全部で全員あれ乗って。じゃあよ、まずは周りの安全確認からだよ。それから言ってないか怖えよ。乗る前だよ、もうだって。何、うん、乗る前やで、乗る前、乗る前やって乗る前でも何前だよ、そこじゃなくてその前からやんだよ、車前後ろの確認は障害物ないか、何
気圧チェックやったね、誰もすらやんなかった。そんな周り確認とかさ、空気圧確認とかやったりする誰もらんと。あせんのか、気づいたら切れるね。しかも一人だけだったら分からんね、絶対ゆうくんが来た。タイム出せ。デイリーレース何やったの？デイリーレースの何なの？さっきまで走ってたくらいね。おい！自動車教室やろうかな。もうなんかなんかなんかもうなんか来てきたの走るの。もうここ来てきたの走るの。ぶつけられるし、なんかようぶつけられるし、みんな走り慣れてないかしらけど。みんな走り慣れてないのな、きっと。そんな走るの今俺とかそれぐらいじゃないな。TR3 だしな。アタさんが帰ってきた。あれデイリーデーさん。何人おんのここ今。多いな。なんでハンコやんだ、置くとこないっちゅうの。俺の部屋に置くとこが出たよ。置けねえんだよ、どこに置くんだよ。こんな50インチというバカみたいなテレビ。テレビ50インチだよ。これをどこに置けってんだよ。こんなのやばい、狭いの。なんでやねん。おう、ノー、危ない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 。なんだ、これ止まってんだよ。フレ、あたす。うん、俺フレ、許可しといたで。なんて。どうしよう、GTA、いつさ、GTA5 でさ、自動車教習所やろ。自動車教習所。もうなんか笑えることがないから、もうここ思っても。普通やで。ここでしょ、急だもん。急にここだけだもん。むちゃくちゃ速度差が2速ぐらいが抜けたかも。そこでそこは、そこ以外は3速とかさ、あともう1個だ、あとヒットインの1個前だ。あそこ1速な、一気打ち回りしながら。あそこ、この2箇所だけやね、急カーブ。別にあとは3速、4速ぐらいでいけん。違う、カーブさ、そういうカーブさ、今入ったあさんカーブ4速とか折れた。俺だいたい俺そこ4速で抜けてくる。アクセルワークだっけ。
あれそこ普通に俺4速でアクセル調整だけで抜けていくよ。そこまで4速いって、それそっから5速どんどん上げていく。そのさっきのカーブのところで。ああそういうことか。はいはい、そっからもうあとアクセル頻繁していけない、ずっとあのカーブ越えてからずっとアクセル頻繁して、そこまではいけるね。ここまではアクセル踏み出していける。3速ぐらいなんだよな、俺だいたいそこ。で、急に速なんだ。そう。2速で。だいたい2速、1速。まあ、2速やと思うんだよね。あぶねえ、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 あぶねえ。スープラ、ファイスピのスープラは。まあ確かにね、今のはね、謝ってきた。向こうが謝った。ね、あーさんが悪いわけじゃないもん。あれ、こっからなんだ。多分俺ここでいつも時間取ってんだよな。もうちょっと早く抜けなあかんだよな、ここ。ほんとここの抜く場所ってみんながミスった時しか抜けないんだよな。でちゃエロい色しとるやろ。エッチ色しとるやろあいつ。違うよ、いろんなねアニメのキャラ貼り付けとる。一個じゃ今まとめてないやつ、バラバラ、前横後ろ右でコースツースって言うじゃん。あいつ知ってるぞ。あほら、あんなことやっとる。ほら、あんなことやっとるんと疲れたやん。あんなことやっとるんと疲れとるやん、姉ちゃん。姉ちゃん。またかい。どうしよう、何時ぐらいか。今日は30分になったらしようかな、グラセフ。グラセフ教習所やろうかな。なんだよ試験。地味にあそこ跳ねるじゃん。もう乗っちゃうとあれになっちゃう。跳ねるんで。30分からやろうか。GTA 教習所。教習所。車。なんだっけあれ。プリマス？なんだっけあのプリウスみたいなやつ。あれのみって言って。スピードメーター出ないからみたいな。なんでやろ、なんか出なくなった。どうやってやんだっけ。あれ、あーすべてにすればいいね。あーほんとや、すべてにすればいいんだ。そっちそっちあれさ、内からやるのに、外からじゃなくて内からやるのに普通に抜いてった。あれ外からの、うん、あれ普通は外から入って一足でそのまま中入ってそのまま行くんだよ。ここアクセル頻繁したんだよ。はい、そうやよ、ゴールね、ずっとんね。あ、出ちゃバーフェスやな。ちょっと足りてたけど、もう消すときかな。じゃあもうちょっとスピードさ、そこ2速ぐらい速いかな。セーフティーが俺で出ましたかね。研究追っかけてくるよ、多分追っかけてくるよ、そっち。
追っかけんのかい。あの県警何してんねん。あのさ、F1 が2台走ってんだけど、まさかの。で、警察がいいんだけど、スープラいて、スープラ一つぶつけまくってスープラおるし。何県警あそこ。あ、警察がおらんくなった。県警が消えた。県警が消えた。参加します。はいよーりさん。りゅちゃん後ろ、りゅちゃん後ろ、あさんの後ろおるよ。でもりゅちゃんがオーバースピードでちょっと出た。りんちゃん、前パトカー走っております。前パトカー走っております。ご注意ください。ポリスいます。ポリスいます。小田さんの1個前に見えてる矢印はポリスです。ポリス走っとるの。先生はポリスって書いてある。警察、警察のマーク入っとるで。ちゃんと朝にGR 何で走ってるんですか。だってそれ3じゃない。だよね。あ、パトカー追っかけた。アクセル踏み始めた。急にアーサー追っかけてるよ。パトカーが追っかけてるよ。パトカー追っかけてる。パトカーがアーサーのこと追っかけてる。止まりなさいって追っかけてくる。突っ込んだ。やっぱあのカーブってみんな最初突っ込むよな。なんか知らんけど、あのレースでもそう、デイリーレースもそうだもん。なんかあそこみんなよう突っ込む。このカーブ最初。最初みんな突っ込む、絶対。なんかぶつけまくっとる。正直言って、あのデイリーレース、ここで走るとね、ミスが抜きに行くんだもんなって、これ。あ、パトカー諦めた。振り切り。諦めました。バグってずっと自分このピットインの画像になってる。画面になってずっとバグって、どうした。ねえ、りゅうちゃんのどういう車。ああほうなんだ。だったらだいぶ差あるわ。ああほんとや、ほうやな、その形で多分。ナイス見えへんけど、JR4 だもん。うん、JR4 じゃん。 JR3 だとあれだもんな、もっとごっついのになってるもんな。そうそう、もっとごっついもん。あー、あだ出てきた。 F1 カーが走っております。ポリスが、アーマーゲンポリスが。アーマーゲンポリスが。みんな絶対ここぶつかるな。みんなここ捕まる。ぶつかるな、絶対あそこ。なんで？なんでそんなぶつかるんだ、逆に言うと俺。最初の方ぶつかったんだけど。さん、エクロ乗っとんな、やっぱり。いいね、その音。プシュッ、プシュッ。うん、ええわ。ええの乗っとるわ。で、ぶつけたわ。はい、車やん。アーサーの車はエボールよ。
エボ貼り付いてある。エロ漫画、うん、このエボ GR3 で。エボがエロ漫画先生になったで。これしかもリッサやん。これしかもリッサやん。このエボリッサやん。リスエボだ。リスエボこれ。ID 見たらそうやった。よう見たらリスエボやったこれ。エロ漫画先生。ルちゃん後ろエロ漫画先生おるぞ。 F1 に出すと。ルちゃん後ろエロ漫画先生おるぞ。 iPhone がスピンした。スピンした。あそこでスピンする。知らん。あれやっちゃん遠石乗り上げたんじゃん。遠石ってあれに乗り上げてやってもたんじゃん。あ、エロ漫画先生消えた。GR3 か3か、なんか持っとるかな。 3? あ、3じゃないな。 GR4 こうか。こうアーさんと同じのしかないよ。あ、シトロエンがあった。シトロエンのやつあったわ。 GR4。俺持っとったわ。なんかあったわ。持ってたわ。なんか当たってたんだ。あー、シトロエンの内装全然あかんねん。前見えな。あんまり狭すぎだろ。全然見えないじゃん、前見えな、これやべえ、見えねえ。前見づら。広くねえ、狭。見えな。リムギーニがいるよ。リムギーニ、リムギーニ、ランボルギーニ。リムギーニが走ってる。初乗り。アダインパー相変わらず。チコったリュウちゃんジャンピングでツッコミだ。すげえ赤がいい。スープラ来たよ。アーサンショウ、リュウちゃんはごめんなさい。だってリュウちゃんが、リュウちゃんと何があったっすか。でもエファンカーズの事故かな。気にしないでください。なんて優しい。さあ GR4 シトロエン出ます。なんでお前が後ろくんね。バーンと帰ろう。おめえじゃねえよ目的は。追いつけっかな、あれ。ちげえよ。シトロエンだよ、後ろ走ってる。ああ。それ GR3 の早いだろ。ドヤみたいな感じで抜いてったけど。ハザードタイトルまで抜いてったけど。
べ、重っこれ、やべ、 GR3 の感覚出してっからダメだこれ。今まだあの試験に突き刺さった。よし、やっとりゅうちゃんに追いついた。いただきます。りゅうちゃんごめんね、いただきます。オーバースピードだよ。あーうっす、ここは俺がいつも攻略してる側の人だぞ。隙があれば抜きに行くぜ。隙できた、なら、なら、カーズやら抜けんかった。インサス、リュウちゃん抜こうとする人がこいつも何もいじってないんだよ。俺もこれさすがにこいつまで手回してる。全力で逃げておりますよ。フライスラン、おう見えとらん、全くあんたらの、やばい、5速で行ってもた、4速だったの。ダメ、 GR4 は全然上がんねえ。感覚 GR3 しか乗ってなかったけど、上がらん。いつもこれ忘れんな。抜きに行くポイントだけ来ないんだよ。ミスるのを待つだけなんだよ、後ろから。ミスってアウトに膨らんでったら、こう刺すしかないんだよ、正直言うと。抜きにかかるポイントないもん、ここだって、狭すぎて。あるの？あー、急カーブか、この、ここが。確かにみんななんかあそこで跳ねんねん、地味にみんな。跳ねてさ。で、あれやろ、ピット前のとこで行き過ぎてアウト膨らんでるみたいなの。普通はそうだよ。みんなでもアクセル普通に出てくるっていうかですとか。みんな出てこいっす、普通にマスコ。 GR3 の車が煽ってくんだけど、 GR4 だっつお前と言ったら違えんだよ。一個違うだけどんだけ違うか今分かってんだよ。今自分でも分かってんだよ。今どんだけ違うのか。 GR3 に勝てんのは知ってんだよ。直線次元もこのスピード、あとカーブ曲がりやすさ、スピードが次元の分かってるの。すげえ煽られるんだけどこいつに、うぜえ。
お前 GR4 乗ってこいよ。それ GR3 だろ。こうやって、あの人らに。俺よりでかいウィングつけてるってことはさらに。絶対に GR4 だ。GR3 だ。もう GR4 しとられんな、こっち。うっとしな、あの人らへん。あ、GR4 だとアクセル踏み壊していける。あ、消えた、あいつ、なんで。GR4 のブレイクポイント分かってねえ。あー、膨らんだ。でーら膨らんだ。分かんねえ、こいつのブレイクポイント。もっと手前からか。だら、あんだけ膨らんじゃうってこと。あー、めんどくさい。なんだこいつ、なんだこの車、ほんとに。あ、もう30分経っとる。やばい、ルーム教習所か。リーム教習所か。あー、あれやりすぎてペナルティ食らうね。ちょっと、あそこでしょ。みんな出入りです、あそこ絶対事故る。大体最初の人、うん、おい、ノーマルでレーシングハード。シトロエン GR3、 シトロエン GR3 で会ってすいません。すいません、言われた。謝ってきた。あれ、アナさん出た。あ、出たな。相変わらず俺このまま芸人前でいいんちゃう。はい、いや、俺そんな詳しくないからって。もうそんなプールみたいなのができんの。まあ、走ってた人がデイリーレースの時。えらい言い寄せた。今さっき。カットすった。おん、このブレーキポイントわからん。今ブレーキ行けんだるじゃん。あそこノーブレーキで行けんだよ、俺のベンツだ。車によって感覚が変わるか分からんけど、俺ベンツだったらあそこノーブレーキで行けんだよ。さっきのとこ、あさプグって今ブレーキプグって光ったもんでさ。さっきのあの試験に越えた後のカーブあるじゃん、加速するときのあのカーブ、あそこちょっとアザブレーキ打ったもんでさ。あれいらんよ、ほんとは。多分いらん。ベンツだと、そのままなしで抜けれるけど。わからん。その車だとわからん。俺、その車持っとったかな。その車走っとらんでわかんねえんだよな、俺。どつかれた。どつかれた。
そんくらい持ってたっけな、スバルのやつでしょ、持ってた気がしないけど、分からん。あ、これか。あ、これかな、多分。これだな、多分。レーシングハート、これだ。このままでいける。ノーマルだな。チャンネル登録しました。あ、ありがとうございます。これだな、あ、そのやつ。これで走ってみたろ。同じやつ走ったら。違うかな、感覚。マジで。ベンツと違ってあんま長いことスピード続かへんな。ベンツはまあ伸びるな。あかん、ベそうそこいらん、あかん、ベンツ乗った後にこれ乗れていいか、全然感覚が違う。俺これそのカーブブレーキいらんね、普通にノーブレーキでいい。もしちょっとやりすぎちゃったなと思ったらアクセル抜け調整曲がれんで、だからブレーキがそこはいらんねん。ホントやばいな、今回はちょっといかんわ、わかんねえ俺。ベンツ乗った後にやるの全然わかんねえ。うわすげえ、こいつ5速で抜けてくる。すげえこいつ、ベンツよりすげえ。うん、あのさ、俺はさっきまで言ってた4速で抜けるところがこいつでは5速で抜けれる。いいとこでしかも、そう5速で抜けれる。ええー、な、カーブでは全然いいな、あのカーブ。いいとこの回転で曲がれる。曲がるね。曲がらんもんでね、なんていうの、3速のめちゃくちゃ高いところで置いとくか、4速の一番低いところで置いとくか、迷うもん、いつもあれ。全然回れる、5速のちょうどいいところでいける。いいな、これ。でもな、相変わらずなんかわからんな。わからん、つかめんところもある、たまに。こいつじゃつかめないところがある。ベンツと同じ感覚で走ってっていかん、全然。全然違う。なんでこのスープラいいんだよ。スープラ邪魔なんだけど。抜いた？お、だってコンクルマだもん、今。38秒、遅えな。ベンツで35秒ちょっと出したんだよ。35秒、34秒だ。ライブ、あー、パーティーを入っていってます。いや、普通にアクセル踏んだまま抜けれたな、今、すごい。まあな、低速からはダメなんだけど。やろうな。だって、さっきスタートしたときに、さっきアダさんとスタートしたわけだって、ベンツ普通に追いつけたよ。追いつけるけど、カーブじゃこいつの速いんだろうな。直線はまだ向かないな、あんまり。直線じゃベンツに普通に追いつくから。まあ、いやでもあの、ピットインの前のカーブからはずっとアクセル頻繁して来れるもんで、多分そこで追いつかれる。ちょうどいいとこなんだが、あ、ほんとだ、5速で抜けてくる、すげえな、コンクロはカーブすごいな。ベンツは無理やで、5速持ってかれるもんで、ね、4速でや、ベンツはあれ4速のアクセル抜いたままや。あ、このコーナー早いわ、これコーナー早いわ。
でも37秒か。まだベンツの早いな、やっぱり。まだあのベンツのアーマーゲンの早いな。ダメだな。ちょっと俺もこの早い。お、ここベンベー出してないんだよ、そういや。お好きなベンベーで。あー、でもフォード乗ってみようかな。GT40。どうだろうな、GT40。いけるかな。危機戦です。はいよ。GT40 でいけるかな。何秒叩き出せるかな。あの、線の走ってるとこがさ、GT40 どんな感じなの。こいつもベンツと似たような感じ。ベンツと似たような感じ、こいつも。ふん。ベンツと似たような発信しながらな、この GT40 GR3 で一番速くいけるから。俺アーマーゲンで35秒まあ出したら、あ、35秒やな、大まかに。そう、まあね、俺今から一周目始まってる。あ、列車とかだもん、だってこいつの一周やばいな、これ GT40 重っ、重っ、曲がらん、さっきの最終コーナー持ってかれる、これやばいな。 GT40 きつそうだな、これ。急カーブダメだな、多分これ。あかんな、これ運転しづれ。はいよー、これ、うん、ここで一周だ、この列車のとこだもん。アーマーゲンで発信したらダメだ、こいつの思いも全然持ってかれる、そこに。あかん。GT40 向かねえな、これ。ちょっと向かないかな、俺これ。重いな、 GT40。 待って、 GT40 重い。ダメだ、外持ってかれる、すげえ、このアンカーブ。あー、今走っとる子、激戦やね。重いな、待って、これ4速で抜けれんやん、もうここ、ほら GT40 やと。重いもの持ってかれる、危ね。俺にはこいつは扱えねえかな、無理かな。やばい、これ本当に無理だ、これ。32、33、34、35秒だけど、無理だな。まあね、
35秒653。同じ走りだもんね、みたいな。デイリー行ってみようか。まさかの。当たったらええんけどな。デイリー行こう。あった、デイリー行こう。ハーマーケンで行こう、もう。本気で。本気のハーマーケンで。でもな、31秒叩き出そうだから、そこ。1位のタイムとか、だいたい31秒と32秒だな。めちゃくちゃ早い。まあ、俺もじゃあ行こう。そうそうそう、ちょうど走れる。俺のタイムが35秒369。俺はアーマーゲンだった、この時。よし、変えようかな、車は。ベンベイで行こうかな、自分好きな。あれエントリーできないんだけど、どこだよ。ああ、まだか、1分か。アーマーゲンで行こうかなと思ったけど、レクサス、じゃあ BM で行こう。ベンベイでまだ走ってなかったから、よろしく頼むわ。うん、よう分かったな。素晴らしい、矢田さん、いい耳をしている。うっせ。35秒じゃ遅いもんな。てか、これただレースしてるだけじゃダメだからな。もうただぶつけに来られるな。下手すると、うん、そうなんだ。下手するとね、これ狭いからね、ぶつけられるんだよ、簡単に。簡単にぶつかるんだよな、これ。どうしよう、このどうしよう、デイリーレース、デイリーレース終わってから俺行こうかな。 GTA 教習所、教習所。あー、 GT14、 あーでも、あーあー、 DM で行っか。レーシングハード、みんなでデイリーレース行くんですか。いや、みんなで行っかは知らんけど、俺とアダさんは行った。そうそう、リーさんが言ったね、みんなで行くんですかって言ったら、いや、俺とアダさんは行ったって。みんなは行ってないの、限らんな、これは。一回ね、まだやってない人は一回でも一回出た方がいい。リーちゃんとか出れないんだっけ、確か。借りるやつじゃないか。BM、 イタシャ、あ、やべ、イタシャだった今。M3 イタシャだった、マイデザインのイタシャだ。試験やろう、もうちょっと早く抜けたいんやけど、俺これベンベイで抜けるかな。35秒369。A タイムやな。俺40秒やった、最初の40秒台やった。やばい、ベンベイすげえ曲がる。さすがベンベイや、全然感覚が違う。あ、ぶつけてもだ、ぶつけてもだ。アーマーゲン乗ったやつ全然わからん、感覚が。始まらんか、一周しな始まらんか。
アーマーゲーの速さは見れるの初めて。ベンツとえらい違うだな、これってすげえ曲がりやすい。いいが全然つけれへん。遅いな。DM じゃきついなこれ。アーマーゲン乗ってからいかんな感覚が本当に。いやアーマーゲンか、あ、ぶつけた。ちょっとアーマーゲン乗り換え本気でいくんだからって。ちょっとわかった、アーマーゲン乗り換えよ。無理や、ベンツには無理、ベンベイには無理がある。このステージ向かないかもしれん。アーマーゲインレッツゴー。そう、前に出れへん。そうそう、でもジョインおらな死ぬでな、後ろおると。一回事故るともどんどん固まるで。32秒とか33、35からも下の方。はいはいはい、昨日ぶりです、デイリーです。私はガチですごい事故った。32秒とかからまあ上行こうじゃん。さあ、マーゲン頑張るぜ。そう、本気でやろう。忘れてる感覚がすげえぶつける、つけるだぜ。これ大丈夫か俺。わかる、言ってまう、言ってまう。遅いな、ダメだな、全然違う走りが。どうやって走ってたんだろう。だいぶ後ろから撮影。
35は78か遅いやな。78って700708。ラーメン見つけた。酸素がないよ。酸素で行った方が早いのかな。ちょっとオリオンスクって言ってオリオンスクやっつけないと。酸素下げて走ってんやから。フォートナイトやんない、フォートナイトとかやんないんですか。あ、やらないね。気分次第ですやな。そんなにやらん。俺は逆にじゃあね、俺 GT やる言うて、もう俺もうコメント欄見てもだもんでさ、俺よそ見してぶつけてもだやらんわ。俺 GT 行くわ、これ終わったら。いいっすよ。だってわかんねえよ。もうデイリーレースが終わり次第。まず俺らと行くのが間違ったね。俺もやけど、俺は意味力ないね。あかん。コメント欄チラッと見てしまうもんって普通にいかんねん。俺これ悪い癖やん。コメント欄チラッと見てってさ、事故るねん。誰HKSBMR？なんで35秒369まで叩き出したの俺。今の走りじゃ無理だ俺。35秒台が無理だ。レインボーフィクシー持ってるよ。レインボーは持ってるよ。もう今あんま嫌いやからやってないけど、アップできてからもう嫌いになったであんまやってへん。なんだっけ、マーベリックだっけ、あの壁開けれるとあいつでかもう嫌になった。しかもあれバンディットミュート効かへんしな、絶対割れるっていうし、あれが嫌なの。俺あれ以来からもう絶対やらなくなった。うっせえと思って。バンディットおる意味ねえやんと思って。まあ普通に喋ってた。ランク帯何でした。え、ランクはね、もうなしだよ。もうなしだよ、俺は。俺も
なしで、最近ずっとやってないのもんなしで、ずっともんなしで、だからもんなしっていう。だからランク行き来はもう大きいひん。クランの子みんなやめてったもん。なんだクラン、みんな今までやってた子はさ、そのマーヴェリックで行くからもうやめたもんね。もうクラン全くランクいかんくなった。もっとだよ、もう今もねえよ、この赤でやってないけどな。もうその赤も消したし、俺もいらねえと思って。自分プラチナです、やって。わあすげえ、プラチナだったよさ。俺たちにはもうダイヤの1個下。そうやばい、すげえな。俺らには絶対無理だね。無理やん。俺もはやもんなしだねな。ランクいったらもんなしだね。そうだし、もう何か何年か、何ヶ月か、何年間は違う。このアカウントやったら昔のやつや、酒なんつかなんか遊んだ時やっとったのランクで、シルバー2とかやって、このアカウントやった。ゴールド台でも一回行ったな、このアカウントだって。ゴールド32ぐらいまで行ったな、一回。ゴールドチャーもあったっけな、一回だけあった、行ったことは。このアカウントだな、一周できねえな。お前なんだこれ。あマジで、あともう9秒な。8、7、6、何受付、あまあマッチング準備中。普通にエントリーになってマッチング中やで。なやったな、やっちゃった。自分を下げてブロンズ帯で飽きてプラチナまで飽きました。飽きたとかじゃないもん、このアカウントやっていくつもりだもん。もうこっちの方がもうあれだもん、あれが揃えまくっちゃったし。なんだっけあれ、出てこん。なんだっけりゅうちゃん、あれなんだっけ、名前が出てこん。あれを全部買ってもらったもんで、このアカウントでもう遊ぶ予定だもん、ずっと。この先なんだっけ、出てこん。あれあれあれ、プロリーグじゃなくてさ、あれ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 、出てこへん、出てこへん、本当に出てこへん。何やったっけ、あのシーズンパスじゃない、シーズンパスじゃない、あれあれ、勝ったらエモートするやつ、エモート付きのやつ。エモートっていうの、なんていうの、あれモーションができるやつ、なんだっけ名前、出てこん。そうエリート、そうそうエリート、全部こっち買ってもうとるもんね。もうこっちでやってもずっとエリート、このアカウント全部買ったもん。まあ、ブリッツは嫌いだから外しとるけど。武将のがかっこいい、まだ。武将エリートのかっこいい。でもね、勝手はあるけど、ブリッツはつけてね。ブリッツはそうなんだよな。武将のがかっこいいと思ってるから、本当にエリートしてない。ダセえと思うから、エリートの。相変わらず武将ブリッツのままね。それが全部エリートになったろ今と。ただアッシュのさ、あれもさ、僕今フォートナイトダウンロード終わりました。あ、リサフォートナイトダウンロードしてた。やるね。あと誰かいるかな、このセッション。ね、誰もいないね。同じ子誰もいないね。誰もいないね。知っとる子誰もいないね。俺9番手のスターで、アイカーズの判定の。あ、でもここでも遅えぞ。33秒やぞ。1位でも。31秒とかで、バケモンがいねえぞ。
なんや？そう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 。今入ってきている子はそう、ペルシアさん。うわぁ、9番テストアウトや。しかも怖えんだよ、俺。相変わらず思うけど。後ろって。事故るもん。ワンマップ、そこ出ます。そこ出ます、ワンマップ。一番最初に出ました。ワンマップ。あ、2番、3番目や。ちょっとでもいいか、走りたいやつ。前に追いついてきたのこれなんかちょっとジジイに追いついた。あ、見つけたよ。今見つけた。大丈夫やけど、やばいな、やばいな、やばいな。久しぶりにやったな。9番でスタート。あれ7番手になっとる。な、人数減ってる、人数減ってる。誰か抜けた。上の方か抜けてるもんね。俺7番手まで急に上がったけど2人抜けたってことで、2人3人か抜けたってことで。さ、9番手だから7番手いる。うん、2人抜けたんだな。お前日産おらへんね。フォートナイトか。さあ行くぜ。頼むで、ぶつけるのやめてくれよ。今回こそ、今回も。本当にここはこのステージは抜けんな。こっからなんだよな、抜きにかかるところ。無理やり突っ込んできたような、あいつ。怖っ。一人抜いた。あ、こすられたつけられた。いや、でも一人抜いてる。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫だ。後ろが怖いからちょっと離れるんだよ。おい、こいつそんなんかい。もっと手前から踏み上がったあいつ。ぶつかった。大事故だ。そう、大事故だ。なんかさ、俺さ、一気に4位まで上がったんだけど、あのアルサン嫌いなシケインで事故が起きた。2台一気に2台事故って前に出た。こいつブロックしてくんだけど、前抜かせよせんねんけど、こいつずっとブロックしてくんだけど。こいつ待って、そういうやつ、これずっとブロックしてくる。ラインずっとブロックしてくる。なんで俺ペナルティー食らうねん。待って、これずっとラインブロックしてくんだけど。意地でも待って、突っ込まれんだけど俺後ろ。普通にこのスープルありえん。お前抜いてやるよ。じゃあ一度お前抜いてやるよ。はい、オーバースピード。なあ、お前ほ GT40 抜く。これ GT40 抜く。
なのに3秒なら大丈夫だ、5秒とかじゃない分楽だな。普通に後ろ接触起きてんだけど、 GT4 って後ろに触った、どつかれるんだけど、普通にこれ後ろ普通にどついていくんだけど、あいつらバッカ野郎。やばいんだけど、こいつは普通に突っ込んでいくんだけど、後ろ普通に俺ペナルティめっちゃ増えたし、それのせいで、それで壁を俺突っ込んでったもん、普通にペナルティ増えたし、2位まで浮上したのはいいけど、ペナルティがある限りさ、あんま嬉しくない。やばいなこれ、ペナルティある限りどうしよう、これどこでペナルティ消費しよう、ないんだよペナルティ消費するとこ。もう諦めだなこれ、めちゃくちゃあるもん、ペナルティ12秒あるもん、ひどすぎるもん、後ろどつられすぎていかんねんけど、これ普通にどつかれるんだけど、こんな関係ないとこで、なんでどういう頭してんのこいつら、マジで怖いわ。あのスープラもうペナルティ上等じゃん、16秒の15秒なんだけど、あいつじゃあ俺ばっかぶつけに行くんだったあいつ、なんか知らんけど狙いに行くの、すんごいぶつけられるこのレース、だから嫌なんだよ公式のデイリーレースって、すんごいダメなんだよ、だから俺このデイリーレースってダメだ、全然ペナルティは消化できん、こういうのとって、普通に無理やり疲れたんだけど、あんないいんだよ、 スピンしてるしミスってオーバースピードで行ってミスっとるし、試験ちょっと試験見据えすぎだろ、普通に抜かれました、どうせどうか、もう俺ペナルティ消そう、これなんで増えんねん、なんで増えんねん、これペナルティ、なんでペナルティ俺増えんねん、わけわからんねんけど、なんでペナルティのより増えたんだよ今さっき、せっかく消化したのに、なんで増えるのこれ、真面目に話して本当に消したらペナルティ今打ってほしい、普通にぶつけ合いなんだけど、まともにレースができねえ、これただのぶつけ合いなんだけど、21秒もいいんだけど、21秒いいんだけど、ペナルティ、あの GTR21 秒なんだけど、ペナルティ怖すぎね、こいつら17秒とか21秒とかおんだけど、こいつら怖えんだけど、ぶつけ合いしてるもんだ、ただ単純にあいつらペナルティ多すぎだろお前ら、ペナルティばっかだ、前の前目の前ペナルティばっかだ、なるべく消す、そういうことなんちゃう、
3秒まで削ったけどペナルティーが無理。跳ねた。うわ、スキンやっちまった。最後のカーブ、ラスト5周目でスキン飛んでしまいました。乗りすぎて、はい、やっちゃいました。はい、やっちゃいました。はい、やっちゃいました。はい、申し訳ございません、やっちゃいました。もうほら、もうやっちゃったよ。もう俺バカだ。最後なんでスキン飛んじゃうんだよ。最後の最後で飛んだ。5周目で。ラスト。くっそ、うぜ。最後で飛んだ。やっちゃった。最後のとこでやっちゃった。やっちゃいました。恐ろしい、本当に恐ろしいレースやったな。やっぱデリーレースって恐ろしいな。さあ、俺は GTA 行こうかな。手島終わろう。あいつ、こいつの配信終わろう。お疲れ。よし。GTA 行こう。